今後さらに熊の出没が多くなるということも予測されるところであります。警戒の段階をさらに一段引き上げた取り組みが必要であるというふうに考えておりまして、本日緊急本部会議を開催をするということにいたしました。県内で熊による被害や目撃情報が相次いでいることを受け、県は今日3年ぶりに熊出没特別警報を発表しました。熊の移動を妨げる、さらには熊に魅力的なものを、人里や市街地から徹底的に排除するといったことを徹底していただくために、特別警報の発令を指示させていただきたいと思います。熊の餌となるブナの実が凶作となっている県内、加えて会議では過去猛暑が続いた年には熊の出没が増えていることなども共有されました。今年度の目撃・痕跡件数は昨日時点で912件報告されていて、昨年度の合計をすでに上回っています。また今月20日には阿賀町で60代男性が熊に襲われ怪我をするなど、人身被害も相次いでいます。熊の餌となるようなものを、特に山間里山に近い地区の方々は早めに取っていただく、あるいは熊に匂い含めてですね、見つけられないように埋めていただく、こういったことを早急にしていただく必要はあるのではないかなというふうに思っております。県は今後熊の通り道となる藪を刈り払うなどの被害防止対策を強化するほか、県民に対し熊から命を守る行動の実践を呼びかけています。